U-1206 は、ドイツ海軍の潜水艦、B 型。U-1206 は、第二次世界大戦末期の1945年4月14日に、艦内のトイレの使用法を誤ったことが、引き金となり、最終的に自沈に至った陳事で知られている。U-1206 は1943年6月12日に、ダンツヒのシーハウ造船所で、寄港。 1943年12月30日に、浸水し1944年3月16日に、初代艦長、ギュンター・フリッチェ中尉の指揮の下収益した。収益後、U-1206 は、第 8U ボート戦隊で1945年1月31日まで、訓練を行った後、1945年2月1日に、第 11U ボート戦隊へ移籍した。 訓練中の1944年7月に艦長がカール・アドルフ・シュリットに交代している。それから U-1206 はシュノーケルの搭載工事が行われた後に紹介任務へ投入された。1945年3月28日 U-1206 はキール軍港を出港して北海で訓練紹介を行い3月30日に帰島した。 4月2日には、ノルウェーのホルテン海軍基地を出て1日だけの紹介を行った。初の本格的な紹介任務は4月6日に、クリスチャンさんを出港して開始された。ヨーロッパの戦いが終わる24日前の1945年4月14日、U-1206 が、スコットランドのピーターヘッド沖8海里の水深61メートル地点を先行中だった際に悲劇が起こった。 新型のトイレの操作法を誤ったために艦内に大量の浸水が発生したのである。ドイツ海軍の潜水艦のトイレは、連合軍のそれと異なり、汚水タンクに排泄物を貯めるのではなく、直接水圧で艦外に排出する方式をとっていた。従来のトイレは、水圧が低い先進度でのみ、使用可能だったが、U-1206 に搭載されていた新型のトイレはより深い深度でも、 使用可能なものだった。シュリット艦長は新型トイレを使用してみることにしたが、彼は操作法をきちんと教わっていたわけではなかったため、技術者を呼んだ。ところが変わって、操作をした技術者は誤ったバルブを操作してしまい、トイレから大量の汚水が噴出した。浸水はトイレの真下にあったバッテリーを冠水させ、その結果有毒な塩素ガスが発生したために、 浮上せざるを得なくなった。浮上した U-1206 和風雲にもイギリス空軍の小海機に発見されて爆撃を受け、シュリットは U-1206 を自沈させるしかなくなった。攻撃で1名が死亡し、3名が退艦後に荒れた海で溺死した。救命ボートでスコットランドの海岸にたどり着いたり、イギリス海軍のスループに救助されたシュリットら46名が、 捕虜となった。シュリットは U-1206 の沈没位置を、北緯57度24分成形01度37分、北緯57.400度成形1.617度、57.400-1.617と記録していたが、艦隊は1970年代まで見つからなかった。1970年代半ば、BEP がクルーデンベイの4 0ズ 油電石油パイプライン付設のための調査を行っていた際に U-1206 が発見された。U-1206 は北緯57度21分成形01度39分、北緯57.350度成形1.650度、57.350-1.650の水深約70メートルに沈んでいる。スコットランドの古代遺跡と、 歴史的建造物に関する王立委員会が実施した調査によると U-1206 を浮上させるに至った浸水は同じ現場に存在する既存の沈没船の残骸に接触し発生した可能性があると示唆している。多くの文献がこの事件を誤って U-120 の出来事としている。U-1206 の収益期間中に戦果はなかった。 捕虜になったシュリット艦長は戦争を生き残り2009年4月7日に90歳でこの世を去った。ありがとうございます。